皆さんこんにちは、水おじさんです。本日は iPhone の機種変更時に絶対にやってはいけない5000プラス1の解説動画になります。 iPhone は基本的に機種変更をしてもそのままデータが移るので、より快適になった iPhone で楽しむことを想定していると思います。ただですね、機種変更にはいくつかの注意点がありますので、十分にその内容を把握しておくこと、これが大事です。特にですね、古い iPhone のデータについては写真動画は削除していいのか、この質問は未だに絶えません。なので誤って写真がね全部消去とならないように解説するのと、新しい機種なのに iCloud の容量を圧迫している、そういったことが発生する可能性がありますので、機種変更をこれからする人、もしくはもう終わってるんだけど古い iPhone のデータについて気になってる人など、ここで正しい知識を入れて iPhone を快適に使っていきましょう。恒例のおまけのプラス1では、皆さんが知っているようで知らない人も多い仕組みを実機でね見ながら解説していきます。なのでぜひ最後まで見ていってください。それでは早速行ってみましょう。はい、まずはですね、 iPhone のデータ移行自体の作業についてはこの動画を参考にしてください。なので概要欄に URL は載せておきますが、まずはチャンネル登録をしといて、このねデータ移行の動画の方も見逃さないようにしておいてください。ただそのデータ移行の前後での注意点というのが今回の動画になりますので、まずはね今回の動画見ていただければと思います。でこの動画では左側が iPhone SE 2で、右が iPhone 14になってるんですけれども、 iPhone SE 2がもともと持っていた iPhone、そして右の iPhone 14 に乗り換えたという想定でお話ししていきます。今ちょっとロック画面を出していますが、このようにデータ移行が一応終わった状態ですね。同じアプリが並んでいます。最初に言った通り、このように全く同じ iPhone がコピーされます。まずはそういった状態を映しているということを頭に入れておいてください。でデータ移行が終わりましたということで、早速一つ目なんですが、まずはですねこちら古い iPhone の方、移行が終わったもの、これはですねもうほとんど大前提になるんですけれども、データ移行の完了が完全に確認できるまで古い機種を売却しないこと、手放さないことですね。まずそれが大前提の一つ目です。というのはですね、こういうふうにデータ移行終わってはいるんですが、大体のデータはそのまま移行されますけども、例えば銀行系だったり SNS 系だったり、ユーザー ID パスワードわからなくなったりしているものあるんですよね。なのでよく使うアプリは機種変更データ移行後にきちんと確認して、もしねログインできないものがあったら、古い方ならおそらくユーザー ID は確認できますので、パスワードは忘れてしまっていても古い方ならパスワードの再設定とかできると思いますので、そういったことすべて終わって新しいもののアプリが完全に移行が完了したというふうに言えるようになってから、こちら売却とか譲渡とかそういったことを行いましょう。基本的にアップルで買ってもキャリアで買っても、下取りにね出す場合でも iPhone 自体後で送るということが可能ですので、必ず機種変更するときは古い機種も隣に置いておきましょう。そして2つ目がデータ移行完了時に初期化をしないことです。これね一つ目の話にもつながってるんですが、例えばこちらの動画でサムネイルでも見せていますけども、 iPhone をかざすだけでデータ移行っていうのはできるんですね。ただし iOS15 以上だと、完了すると古い iPhone、 新しい iPhone だとすると、新しい方はね完全にこんにちはから始まって起動してしまえば使えるんですが、古い iPhone 転送が完了しました後にこれ続けるを押すじゃないですか。続ける押すとこの iPhone を消去と出てくるんですね。確かにですね、下取りする場合はこの iPhone を消去で続けるにすれば削除してくれるのでいいんですけれども、最初一番目に注意したように消してしまうと、例えば LINE の移行とか、さっきのログイン系 SNS 系とか銀行アプリとか、そういったパスワードとかも全部わからなくなってしまうので、ここデータ移行後は必ずですね今はしないにしてください。後で初期化はできますので、ここでしなくても大丈夫です。最後の最後まで終わったら消すことにしましょう。ただそれもね下取りする場合です。下取りしないで残しといて子供に使わせるとか、ゲーム用にしてしまうとか、そういった場合もね、とりあえず今はしないにしておいて使った方が楽だと思います。なのでデータ移行したから消去しなきゃいけないのっていうわけではないので、確実に今はしないを選んでください。もちろん分かっていてそのまま消去するという方は大丈夫です。はい、そしてここからがすごく大事な話です。先ほど言った通り、データ移行が終わると完全に同じ状態です。データがコピーされた iPhone になっているんですが、例えば古い方の iPhone はそのまま残しますといった場合に、
に、ただゲーム用にしたいからデータ容量を空けたいんだよね、ということで写真とか動画、とにかく容量を使っていますので、こっちの古い方の iPhone で写真をそのままね選択して削除していくと、実は新しい iPhone の方からも消えるのが初期設定になっています。どのようになってしまうか、これ視覚化できるので実際に見ていきましょう。例えば古い方の iPhone で写真を開きます。で、写真を開いて古い iPhone のね写真は消してしまおうということを考えて、例えば何個か選択して、このように選択してゴミ箱の方に入れることとします。これゴミ箱を選んで写真を8枚削除と、はい、これで容量が空いたと思ったら、こちらの方を見ててくださいね。下の方の8枚、はい、今のように消えてしまいます。なので古い iPhone のねデータを削除しようとしただけなのに、基本設定では連携されているため、この通り写真消えてしまいます。これ一番気をつけてほしいことなんですね。大変ですよね。例えばこっち全部消去してたら、こっちも全部消えます。もちろんそのゴミ箱から戻せば今ならまだ取り戻せるんですが、気づかないままねしばらく過ごしてしまうと、ゴミ箱からもね30日以内に消えてしまいますので、今みたいに一気に消してると気づきますけど、何個か選んで消した時は今のように消えてしまうので気をつけてください。なのでこれをしないためにはどうするかというと、ここが少しねややこしいところではあるんですが、解説していきます。 iPhone って基本的には今のように連携した方が便利なので、連携することが前提の設定となっています。なのですが、先ほどから言ってる通り、同じ Apple ID でね違う使い方をしようとすると、勝手に写真が連携されたり、いろんなものが連携されてしまうので困るという方もいると思うんですね。古い iPhone は容量を空けてゲーム用にしたいのにという方は、今のままだとできないので設定を変えていきましょう。もちろん変えれば可能です。で、どのようにやるかというと、まずは iPhone の設定を開きます。で、設定を開くと一番上に自分の名前が出てると思いますので、そこをタップします。そうすると Apple ID の情報が出てますよね。この中で連携してしまう設定というのは、この iCloud の中にあるんですね。なので iCloud を選択します。そうするとですね、 iCloud の画面に来るんですが、その中でこの全てを表示というのがあるので、これをタップします。はい、そうすると連携する項目がたくさん出てきます。ちょっと後でね説明するものも出てくるんですが、まずは写真ということで、一番上に写真というのがオンになってますよね。このオンのところをタップします。そうすると中に入って iCloud 写真、これがですね、この iPhone を同期になっているんですね。なのでこの写真の連携、要はこっちの写真だけ削除したいんだという方は、この同期をオフにする必要があります。で、このオフが結構ね怖いメッセージが出てくるので、一旦オフにしてみますね。オフにします。そうするとですね、この後メッセージが出てくるんですが、この2つ迷いますよね。 iPhone から削除と写真とビデオをダウンロード、この2つが出てきます。なんかどっちもよくわからないですよね。解説していくと、基本的にこれどちらを選んでも新しい iPhone には全く影響はありません。本当に連携を切るだけ。 iCloud から写真も消えることはありません。じゃあ何なのかというと、上 iPhone から削除というのは、本当に iPhone 内に入っていて iCloud に上がっているもの、そういったものは全て削除しますよという意味です。なので、すでにダウンロードされている、最近撮った写真なんかは基本的にまだ iPhone に残ってたりするので、そういったもの以外は削除しますよというのが iPhone から削除です。 iCloud から消えるわけではありません。そして下、写真とビデオをダウンロード、これは今言ったように最新の写真以外、要は iCloud に上がっている場合って iPhone にはサムネイルという軽い写真が入ってるんですね。その軽い写真をきちんと iCloud から全部ダウンロードしてから同期をオフにしますよという意味です。なのでこの選択肢はどういうことかというと、全部消してもいい人は iPhone から削除でいいです。ただダウンロードされている写真は残ります。そして下の写真とビデオをダウンロードというのは、今の写真を全部残しておきたいという人は写真とビデオダウンロードを選択してください。これはダウンロードが全て終わると勝手に同期はオフになります。で、どちらを選んでも、その後古い iPhone で何しようが、新しい iPhone から写真が消えることはありません。今回は iPhone から削除を選択します。で、 iPhone から削除するともう一度ですね聞かれます。今回は削除してしまいます。 iPhone から削除を押します。そうすると同期がオフにされて、サムネイルだけダウンロードされてた iPhone の写真とか動画などは全て消えます。じゃあこの状態で写真の方を実際消して試してみましょう。はい、再び写真を開いた状態です。例えば今一番下にある3枚の写真を消してみましょう。3つ選択してゴミ箱を押して、写真を3枚削除押してみましょう。そうすると今はもう同期を切っているので、この3枚全然消えないですよね。なのでこれ連携が切れてるので、もうこっち自由です。先ほどの iCloud 写真をオフにしてしまえば、このように自由に消せますし、残したければ残しておけるという選択ができるのがあの画面なので、ここはね本当に一番伝えたいところです。失敗しないようにしてください。そして先ほどお話しした通り、他の連携もあります。もう一度見ていきますが、 iPhone の設定を
開いて自分の名前をタップします。その後この iCloud をタップします。そして全てを表示をタップします。ここで出ているもの、先ほどは写真だけに特化して解説しましたけども、この連絡先とかカレンダーとかメモとか、この辺連動させたくない、新しいものに連動したくない、例えば古い iPhone は子供に渡すとしますよね。そういった場合ってメモって、こっちでメモしたものもこっちに入ってしまうし、こっちでメモしたものもこっちに入ってしまいます。なので例えばメモのところ今オンになっているので、この iPhone を同期をオフにするとか、連絡先とかカレンダーもそうですよね。結構カレンダーなんか危ないんじゃないかなと思ってます。親だけ、本人だけが知っておきたいことをカレンダー登録すると思うんですけれども、これがオンになっていると全部連携されます。なのでここの項目は全て見直していきましょう。連携したくないものは全てオフにすべきです。特にメモ、カレンダー、メッセージなんかもそうですね。このあたりも必ず見直してください。ちなみにこの写真の削除については、今のように写真手動で選んで消すと連携で消えてしまいますが、古い iPhone を初期化する、その初期化では iPhone の写真とかこちら側で消したアプリが新しい iPhone から消えるということはありません。あくまでも連携しているものをあえて消してしまうと消えるということなので、 iPhone 自体の初期化で新しい iPhone に何か起きてしまうということはありませんので、そこはですね、一番勘違いされやすいポイントですので気をつけてください。 iPhone を売る時のために行う初期化、これについては iPhone の設定から一番上の一般、そして一番下に行った時に転送または iPhone をリセットというところがあるので、これをタップします。そしてこの一番下に全てのコンテンツと設定を消去というところで iPhone 自体を初期化するんですが、ここの初期化は新しい iPhone に影響はないというお話をしています。一気に消す場合は連携がオンでもオフでも関係なく古い iPhone が消えるだけです。そして次はですね、古い iPhone 手放した人も残している人もそうなんですが、この iPhone 自体のバックアップというのがずっと iCloud に残っています。なのでもし売却しているんだったら iCloud のバックアップデータなんか消しちゃっていいですし、もしくはもうゲーム用動画用なので、何かしらあっても iCloud の容量開けといた方がいいという方は iCloud のバックアップ消してしまいましょう。古い iPhone をずっと使ってきてる人はもしかしたら全部残っててものすごく増えている可能性があります。なのでこれは消していきましょう。これは新しい iPhone からやっていきましょう。同じページに行くんですが、まずは iPhone の設定を開きます。一番上の自分の名前をタップしましょう。その後はこの iCloud というところですね、ここをタップします。そうすると最初に見えるところに iCloud バックアップっていうのがあるんですね。ここを見ていきましょう。そうするとこの iPhone をバックアップ、これ最新の iPhone、 今自分が使ってる iPhone はバックアップ取ってた方がいいと思いますのでオンでいいんですが、この下の方、私もこれがものすごくあるんですが、例えば一番上の私 iPad Pro、 これ今一応残していますが、もう娘に渡してしまっているものなので、私の Apple ID でのこのバックアップ実はもういらないんですね。なので 62GB もあるので、こういうものを消していきましょうという話です。で、例えばこの iPhone SE 2のバックアップデータはこれです。 26.9GB 今あるんですね。で、大概の人はあっても 2,3 台だと思いますので、すぐ見つけられると思います。バックアップデータってバカにならないぐらい消費するので、 iCloud もったいないですので、ぜひ消していきましょう。どうやって消すかっていうと、例えばこの iPhone SE 2のバックアップデータを消すとしたら、この上から3番目のをタップして、ここバックアップを削除してオフにするというのがありますので、ここでバックアップ削除してオフにしてしまえば、今後バックアップも取られませんし、容量も節約になります。これ 26.9GB 空いたら嬉しいですよね。なのでこれは必ず消してみましょう。実際やってみるんですが、これのデータなので、その画面にちょっと進んでみましょう。はい、同じ画面に来ました。これ iPhone M2 というのがこの iPhone となって 26.9GB 使ってますよね。なのでこの iPhone をバックアップ今オンになってるんですが、もう手放してたりする場合はこれが自分でオフにできないので、ここからできるということになります。新しい iPhone しかなくてもオフにできます。なのでこのバックアップを削除してオフにするを選択して、2つ選択肢が出ますのでオフにするを選択しましょう。そうするとこの 26.9GB を消してくれる上にオフにしてくれます。はい、再度開くと勝手にですね、この iPhone をバックアップがオフになってます。このようにですね、まあ手放した iPhone が全く同じ Apple ID で電源を入れているということはあまり考えにくいことですが、リモートでね、削除もできますし、オフにすることもできるということになります。これはですね、データ容量の節約につながりますので絶対にやっておきましょう。これね、もしかしたらたくさんね、バックアップのデバイス並んでる方いるかもしれません。どんどん消しちゃってください。
はい、ということで恒例のおまけの解説なんですけれども、これはね、知ってる人も多いのかなと思いつつ、一応解説しておいた方がいいだろうなということで、プラス1とさせていただいているんですけれども、何かというと、古い iPhone で買ったアプリ、これは新しい iPhone で買い直す必要があるのかという点についてなんですが、古い iPhone で購入したアプリ、同じ Apple ID で入るなら、そのまま無料でダウンロードできます。例えば、古い iPhone でこのドラゴンクエスト5をもう買ってたとしますよね。そうするとインストールしてあればこの開くになっているんですが、新しい iPhone の方ではね、ダウンロードになっている可能性があります。もしくはデータ移行時にちゃんと反映されていればここも開くになっているんですが、どんなアプリでも古い iPhone で消してしまっていたとしても、このように雲に下矢印になっているものは一度購入していれば無料でね、再ダウンロードできますので、ここは気にしないでダウンロードして遊んでください。そしてもう一つですね、アプリ内購入の場合、これがね、たまに質問いただくんですけれども、例えばまたドラゴンクエストの話ではあるんですが、このドラゴンクエストポータルというゲームはアプリの中でドラゴンクエスト1か2か3購入できるんですね。なのでこういったアプリの中で改めて買ったものっていうのは、例えばドラゴンクエスト1を押すとこういう風に購入するという風に出てきたりするんですね。480円と再ダウンロードマークがついていないので、こういうアプリ内購入はちょっと迷いがちなんですが、どのアプリにおいてもドラゴンクエストの場合はその下、購入情報を復元するというのがあるので、ここを押せば買っているものに関してはきちんと Apple ID と紐付けて買ったことにしてくれます。再度買う必要はありません。なんか遊べなさそうだから放っておいたとかいう方は、どのアプリでもこの購入情報を復元するみたいなボタンがメニューとかオプションとかどこかしらにありますので、押してみてください。例えばこのドラゴンクエストで今回この購入情報を復元するを押してみると、以前に購入してあれば復元するよということなので、はいを押しましょう。そうするとですね、購入済みのコンテンツについては復元が完了しましたということで OK ボタンを押すとですね、ドラゴンクエスト1今度もう一回押してみましょう。そうするとこのように遊べるんですね。先ほどは購入するかどうか出たんですが、復元したことによってきちんと遊べるようになるということになります。このあたりは知ってると思うんですが、機種変更したら買い直さなきゃいけないんだよねっていう方も結構いらっしゃいますので、解説いたしました。はい、以上が iPhone の機種変更時の注意点でした。途中でも話したように、データ移行自体の動画はこちらになります。概要欄に URL は置いておきますので、見逃さないようにチャンネル登録をしておきましょう。新しい iPhone でたくさんの素晴らしい体験をしてください。またこのチャンネルでは他にも iPhone のバッテリーの減りが早いと感じている方のために、本当に役に立つ節約設定を実機で15個紹介している動画や、iPhone を買ったら絶対にやっておきたい設定、初期設定のままだと設定される本名の変え方や、快適になるおすすめ設定まで10個紹介している動画など、 iPhone のお役立ち動画がたくさんありますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。